去年の今頃、価値がわからず、なんとなくヤフオクに出してみた商品が高額になった。落札者が新規だったのでガクブルしながら連絡を取ったら、相手は昔ファンクラブに入ってたほど好きな芸能人だった。マニアの間では超レア物らしく、何年も探し続けてたらしい。このためだけにヤフオク登録したので落札できて嬉しいと言ってた。嫌がられるかもと迷ったけど、こんなチャンスめったにないので、自分がファンクラブに入ってたことを話したら驚いてた。全盛期を過ぎたからか、現在はファンクラブ自体が消滅。落札者がいなければ再出品するつもりなかったものだし、取引キャンセルすれば落札手数料も発生しないし、大好きな人からお金なんて取れないので、お金はいりませんって伝えたら、いやそんなわけにはいかないとか、いろいろ攻防があって、じゃあ代わりに何か欲しいものをって聞かれた。メル友になって欲しいとかずうずうしいことはとても言えず、サインと写真が欲しいって言ってみたら、そんなのでいいの？って驚かれた。着払いでいいって言ってくれたので、事務所に商品を着払いで送ったら、1週間後、私の名前入りのサイン色紙と、ドラマや雑誌の撮影時の合間に撮ったと思われるものや、プライベート時に撮ったと思われるポラロイドが20枚ほど速達で送られてきた。メアドが書かれてたので、お礼メールしたら写メ付きでこちらこそ返信してくれた。しつこいファンと思われたくなかったので、その後はメールのやり取りすることもなく1年経過。この前サイン会があったので行って、サインをしてもらうときに名前を言ったら覚えててくれた。帰ろうとしたら、マネージャーさんから呼び止められて待つように言われて、サイン会終了後に控え室で少しおしゃべり&一緒に写真撮ってくれた。珍しい名前なので学生時代バカにされたこともあったけど、この時ばかりは飛び上がるほど嬉しかった。一生分の幸運を使い果たしたと思う。自分でも嘘みたいだと思う話なので、信じてもらえなくても OKOK。